はい、セイジュンです。今回はですね、名護市にあるカヌチャリゾートにやってきました。まあ、那覇空港から約1時間半から2時間ぐらいかかるところにあるんですけれども、カヌチャの周りってね、結構田舎で、観光施設もあんまりないし、あとね、市街地の名護からも遠いってことで不便って言われてるんですけれども、リピーターの人たちめちゃくちゃ多いです。で、うちなんちの中でもカヌチャ好きっていう人はデイジいっぱいいるんですよね。まあ、その魅力って言われてるポイントが2つあって、1つ目が他のリゾートホテルとは全く違う作りになっているところです。まあ、一般的なね、リゾートホテルっていうのは、敷地内にビーチがあるぐらいでね、あとは館内で楽しむっていうスタイルになってます。でもカヌチャっていうのは約80万坪、まあ日本最大級のね、広さを誇る敷地の中にあるリゾートホテルで、敷地内にはね、ビーチとかプールとかレストランっていうのが点在してるんですよね。なので移動するときね、シャトルバスとかカートを使うので、まあその体験自体もね、楽しみの一つになってるっていうのがおすすめポイントが一つで、そしてもう一つの魅力っていうのがね、この広大な敷地内に世界自然遺産に登録されるよっていうのは、まあ、ヤンバル、まあ、森ですよね、まあ、自然があるんですけども、これがね、このヤンバルの自然っていうのがね、ここまで近くに感じられるリゾートっていうのは他にはない。で もちろんね、沖縄の海も両方楽しめるリゾートホテルになってるので、デイジ人気があるんですよね。まあ、なのでね、今回はこの2つの魅力っていうのが存分に伝わるように動画作りしてますので、まあ、見て楽しんでね、さらには次の沖縄旅行の宿泊先の参考にしてほしいなと思いますので、最後まで楽しんでってください。はい、着きましたね。今ね、カヌチャリゾートに検温してください。ここでチェックインですね。いや、すごいな。こういうね、チェックインです。あんまりいないですね、今日はね。ちょっと早いんで、今2時半、3時前ぐらいかな。失礼します。お名前、ご住所、ご連絡先とお連れ様方のお名前、はい、ご同道者などいらっしゃいましたらお願いします。あ、はい、はい、失礼します。すみません、カード手続きしちゃったので説のご案内が遅れたんですが、まず1番がフロントになります。はい、警備員がおりましたゲートハウスを通過いたしまして、ご到着いただいております。はい、今回知念様がご宿泊ご指定いただいたお部屋がオーキッド棟になります。このオーキッド棟の3階の17番3317号室ご案内いたします。スタッフでご案内することもできますし、もう場所が大丈夫であれば鍵を渡してお客様ご自身で行くことも可能でございます。よろしくお願いいたします。でそのカートを乗って行かれて、近いところにカート止めていただいて、まあ、お食事だったり、ビーチのプールの方行かれる際とかはこのカートで移動していただいて構いません。はい、よろしくお願いします。こちらの奥になるんですか。あ、下の方です。そうそうそう、はい、今日はね、あいにくの雨ですね。台風が近づいてる。お荷物は大丈夫ですか。あ、大丈夫です。じゃあちょっとカート今こちらをお持ちするんで、あ、お願いします。じゃあお渡ししましょう。あ、はい、お願いします。はい、はい、カートにね、乗ったのでちょっと見たいんですけど、まあ、そう、操作はね、ほんと簡単で、すぐオンにしたらアクセルをね、出すだけってことで、行きましょうかね。これね、一部屋に1台みたいなんで、まあ、後から来る人がいたりとかすると、まあ、もう迎えに行くか、それかフロントでね、そのまま部屋に送ってもらうかっていう感じらしいんでね。今日はね、このまま行っちゃいましょう。いやー、晴れてたらね、これ最高だったけどね、マジで。まあ、こんな感じだよね。カヌチャの特徴っていうのは、やっぱこのカートでね、中を移動できるってやつですよね。で、居酒屋とか、まあ、売店とかもそうですけど、
ういうのも全部ね、あの完備されてるこの敷地内で、このカートで移動して楽しむっていうですね。全然スピード出ないですよこのカートね、うん、これがマックス。3317を探そう。さっきの人もね、フロントの人だったらこの辺りって言ってたんですけどね。いや、のどかだなぁ。このね、今1個回って下にね、降りてきたんで。あれ？もう1個下かよ、これ3階なんだ。これはね、ジャグジーがついてるお部屋だって言ってたんですよ。やっぱりね、4階の方がオーシャンビューではあるんですけど、すごいあれだね、あ、マンションみたいな感じ。ここにね、差し込むと電気がつきました。電気は後から紹介しましょう。で、こういう感じのお部屋ですね。いいなぁ、いい感じですね。いや、カムチャっぽいな、ほんと木の作りとか、ちょっとね、ほんとなんていうのかな、コテージのホテルというかリゾートホテルっぽい感じじゃないですよ。前ヒルトンと思ったら全然やっぱ違うなっていう感じね。南国のマンションに来たみたいな感じね。あ、すごいすごい。はい、で最高だね、これ眺めがやっぱいいね。で、これがね、これすごいですよ。これやばいやつはマジでジャグジーだね。ちょっと見て、うわー最高だな。いいね、寝れちゃうなってて、ね、もう海が目の前に見えるからさ。今日天気悪いけどやっぱ綺麗ではあるね、やっぱね、ほんと天気良かったら最高だな、マジで。やっぱヤンバルの中にあるっていう感じがしますよね、カヌチャって。うん、なんか森と海が一緒になってる感じがして。で、そこにね、このジャグジーですよ。これやばいやつでした。ちょっと、すごい。多少虫とかいるかな。それもまあ。まあ、そりゃそうだよね。外だからね。いや、最高だよ、マジでね。後からこのビーチ、この辺りのビーチとか行きましょう。
で、ここも全部カートで回れるっていうのがいいですよね。プールもあるし、ね、上に泊まったことあるけど、上はね、こんなジャグジーとかなかったですね。ですね。じゃあ、ちょっと、はいね、はい、お部屋の紹介しましょう。はい、ではね、部屋の方ちょっと案内しようかなと思うんですけど、やっぱりね、コロナの対策ってちゃんとされてますね。うん、やっぱ至る所にね、消毒液とかね、と検温とかね、あって、すごい対策しっかりされてるなっていう感じでした。うん、でやっぱカメチャってね、これなんか高級感ある作りというか内装になってるんですけど、なんかね、リゾートとのザ・リゾートの高級感というかね、うん、昔ながらの感じでね、すごいいい雰囲気ですね、やっぱりね。うん、これね、こんな感じでお水なんですけど、これが有名ですよ。これカヌチャの、カヌチャってお茶、これ美味しいみたいでね、僕知り合いの人からね、今回泊まりに行くよって言った時にね、うん、ペットボトルのやつ買ってきてねって言われてるんですよ。そう、それぐらい美味しくて、これカヌチャ、これ有名ですね、カヌチャね。こういう感じで、ちょっとポストカードとかね、ありますね。うん、持って帰っていいんじゃないかとね。うん、そうですね。そうですね。とかあって、で Wi-Fi もね、Wi-Fi はね、部屋とフリーの館内のものと分かれてるみたいですね。でこれがね、結構面白くて、海と山に囲まれた大自然の中のホテルですと。で私たち人間だけでなく、虫たちにとっても住みやすい環境になります。ホテルでは防虫とかね、と駆除とかね、勤めてますけれども、どうしても虫さんたちがお部屋の中にお邪魔してしまう場合があります。虫さんたちも暮らすことができる自然豊かなところに来たのだとご理解いただけると幸いでございますって書かれてますね。確かにな、虫いっぱいいるからね。そうそう、もう鳴き声がね、すごいですよね、虫の鳴き声がね、ほんと自然の中にある。うん、山と海がこんだけあるっていうのはね、やっぱ珍しいですよね、沖縄の中でもね。大体はね、なんていうの、58号線沿いとかそういうところにあって、結構ね、うん、とはいえリゾートとはいえみたいな感じではあるんですけど、ここはね、本当にね、山奥にあって、しかも隣に海があるっていう感じでね、すごいいいとこですよね。で、これがバスですね。サンロード、冬用ですかね、夏用って、こんな感じになってる。そこも広いね、デジね。こんなには使わんけどな。こうして、で次がトイレと、トイレがここか。ね、うん、そうなってきたですね。まあここら辺はね、まあ広い。広いっすね、一応。でも部屋自体はね、そんなに広くないんだけど、ここで最後ですよ。これがお風呂場と洗面台ですね。うん、ね、そうね、アメニティがある、ね、石鹸とか、そういう系、うん、こういうね、とか、ここでリーセットがあって、ヒゲ剃りとか歯ブラシですね。ミュンティーですね。今のスキンケアセットですね。ローションとかなんでね、って感じです。やっぱ色合いがいいのか、カヌチャってこういう色のね、内装ですよね、絶対ドライヤーって感じで、でバスタオルという感じですね。で、浴室です。いや、やっぱ高級感あるよな。うん、こんな感じね。うん、広いしね、ここデージじゃないかな。うん、やっぱ他のホテルよりも高級感が一段上のようなイメージがありますよね。
白いしね。そうそう、高級感もある。カヌチャもね、で、まあ、リゾートの中でも高級感がある方ですね。で、うん、で、まあ、お部屋はね、そんなに広くないんで、うん、これで終わりという感じなんですけど、まあ、でもそんなに広くないって言っても、まあ、広いよね、うん、家族用のファミリータイプのものもっと広いんですよね、うん、もっと広いです。僕も泊まったことあるんですけど、もっと広くて、うん、この寝室がもう一部屋あるっていうような感じなんですよね、うん、だからまあ広く感じるんですけど、今回のこの部屋はまあ海がね近くで見えて、で外にジャグジーがあって、外にねジャグジーがあって過ごせるというお部屋です。はい、じゃあまたね館内はいろいろ紹介していきたいと思います。はい、はい、今ね、まあ、中もらったやつちょっと確認してるんですけどね、今日はまあ、こういう感じでルームのねインフォメーションということで、まあいろいろね、まあそんなに変わらん、まあ Wi-Fi とかくらいかなっていう感じなんですけど、まあ、これがね地図になるんですよ、かのちゃんのね。いやーすごいっすよね、これだけ 広くてね、うん、そうだからこれが特徴ですよね、一番ね。これ全部ね、今僕がここに泊まってるんですよ、ここら辺かな、この3階に泊まってるんですよ。ここからね、ここにカート止めたんですけど、ここはカートでこうやって移動できる、ここだったらビーチだよとかね、上の方に行ったらいろいろ、まあフロントここですけどね、うん、ここからいろんなところに、まあ、回れるよ、カートで回れるよってなってるんですけど、このね朝食はここか、ここか、この、うん、この2つどっちかなんですけどね。夜の場合は夜予約って書いてます。で、なんか夜はそのここのねクスクスっていうね沖縄そば、チャンプルと沖縄そばの店っていう、まあ多分居酒屋じゃないかなと思うんですけど、まあこれに行こうかなと思ってるんですけどね、まあ、だから今からね一応本当はねビーチ行こうと思ってたんですよ、ここら辺ね、ここら辺だけど電車がないですね。だからちょっとねカートでここから出てから、カートで出てここを通りながらね、このクスクスっていうところ、この22番ねクスクスっていうのがどんなかなーって見ながら、ここからねどんなかなーって見てから、ここからこのねこの辺り、この辺りをね回ってみようかなと思います。うん、でここにね多分ねいろんなショップとかもねあるのでね、ショップとかもあったりとかするので、ここの、ね、ショップ、これクラブハウス、あのゴルフなんです、ゴルフ、うん、ゴルフもできるからここはね、でずっとぐるーっと回れるんですけどね、うん、そういったのをねちょっと回ってみたいと思います。はい、一旦ねここから抜けてからこの辺りまで行ってみようかなと思いますね。はい、カートにね乗ってきたんですけど、このカートにねちょっとねもう雨降っちゃってね、今も雨降ってるんですけど、ちょっと小雨ね、明日ね雨降らん予定で、明日回ってみんな伝えようと思うんですけど、カートのやつ夜のねナイトプールっていうのがね今ね閉まってるんですけど、ここでねここが室内っていうかね、このなんていうんだろう、敷地内にあるプールですね。ちょっと暗くて見にくいけどね、これがプールになってるんですよね。でここが食事できるところでね、で下の方もそうですね、はい、でここが朝食の場所になってるんで、また明日ね見れればなと思って、ちゃんと詳しく説明できればなと思うんですけど、紹介できればっていうね感じなんですけどね、こんな感じでね、そういいっすよね。そうなんですよ、ここがね、うん、でプールになってて、であとねこの中にもね、うん、この宿泊施設なんですけど、その朝食だけじゃなくて、まあ、夜のレストランになってるんですけどね、でそこにねまたバーがあるんですよ、バーが、これレストラン棟っていうところになってるんですけど、ここでね朝食とか
夕食、こう予約しないといけないところでしたね。そこがここなんですけどね。さっき見たのがガーデンプールってやつです。ガーデンプールと2階ね。2階っていうのが今から入るところが2階ですね。で1階っていうのはさっき見たところ、そうそうっていうのがありますね。はい、明日ねまた朝食で来るんでね、ですけど、ちょっと行きましょうか。このねなんかバーがあるみたいで、バーは12時までかっていう感じなんですけど、ね、バーラウンジ開いてるのかな。ここがバーですね。ここも予約用だったような気がするんだけどな。あと予約しないといいですよ、ね、なってるな。一応7時からなんですけどね、バーで。ここがねさっき言ったプールなんですけど、あれ入ってるかな。あ、入ってる、見てる。あ、入ってないな。はい、ちょっと入ってないみたいなんで、そう、ここがで下のね1階がレストランになってるという感じですね。はい、なので一応ね、まあ、今から僕はね沖縄料理のお店に行こうと思ってるんで、また行ってみましょうね、そこね。はい、ここね下の方に降りてきたところですね。回ってきた感じです。ここもね宿泊施設になっててね、さっきのね、さっきの上からここからね上から見たんですけど、ここが下からの雰囲気ですね。多分ねみんながね泊まった時にはここで食べることが多いかなと思います。うん、こういう風になってるという感じですね。ここでね食べれる感じですね。ここも2つあってね、で予約しないといけないみたいなんですけど、そうで、ここで食べてで、まあ、あとフロントの下と、あとはまあ、僕がね今から行こうとしている沖縄料理の店というところですね。そこ、この3つしかないんでね、多分まあみんなこっちの方がいいんじゃないかな、家族連れとかだとね、うん、って感じです。本当はねナイトプールがねちゃんとやってればね一番良かったんですけどね。こんな感じですね。でね、ここはあれなんですけど、11月からはね、イルミネーションがやってるんですよ。ですごい綺麗でね、でここ今カート並んでますけど、ここもねカート全部ね回ってからで、それでさっきのシャトルバスとかでね回れるっていうのがあるのでね、11月から2月まではまた逆におすすめですよ。これただで見ていいのかなっていうぐらいのイルミネーションですからね。ちょっと今年はねコロナの影響で宿泊者のみっていう感じらしいんですけど、例年だとね一般の人たちも入れます。うん、それも楽しみにしてほしいなと思いますね。まあまあ今はね10月なんでないんですけどね。イルミネーションデジ綺麗ですよ。うん、この広大な敷地をねシャトルバスで回りますからね、まあ最高ですよ本当にね。そうね、ゴルフもね、ゴルフやってから来てもいいよねここは本当ね。さっき上のバーがあったところから下に降りてきた感じです。ここねプールもやってんからな、プールとかやってたらね最高なんだけどな、マジでという感じですね。はい、はい、あそこはねお土産屋さんっていうかショップなんですけどね、ここから移動してきて沖縄蕎麦屋さんのお店、まあ、沖縄居酒屋かなっていうところにね今から行く。カートをねこんなやって置いていいんですよね。でここね、ここはカラオケみたいですよ。やばいよね、カラオケもあるって。すごいよマジでね、小さい時に泊まった時にねここのねゲームセンターで遊んだの思い出すなマジで。でここが沖縄蕎麦、沖縄のね居酒屋ですね、居酒屋、まあ、飲食店ですね、沖縄料理屋さんです。で営業時間が10時まで、
お酒も置いてある。あ、一人です。はい。ソーキそばと、今回はね、ソーキそばだけ頼みましょう。居酒屋みたいな感じでね、結構。お酒もいっぱいあるもん。うん、これね、10年クースですよ。クースも置かれてる。お腹よくのはこれ、ああ、やっぱいい金額するな。うん、もしかしたら部屋で飲んだ方がいいかもしれない、ね、うん、なるほどね。追加です。はい、来ましたね。ソーキそばですね、これね。ソーキそばうまそうだな、この人。結構ボリュームもあるね。いや、あの、こういう高齢グースとかはね、入れないんで、あの、まあ、そのままね、いただきたいと思います。あのね、こんな感じ。ソーキもすごい柔らかい。うん。し、麺もね、こういう感じ。麺ですね。はい。じゃあ、いただきます。ごちそうさまでした。食べましたね。ここね、うん、超美味しかったですよ。美味しくいただいて食べたんですけどね、うん、ボリュームもまあそんなに小さ、あの、少ないわけじゃなくてすごい美味しかったんですけど、やっぱソーキそばで、ね、1200円って言ったらちょっと高いなって感じですね、うん、これからね、僕ちょっとインスタライブやるんでね、予定があるんで、ちょっと早めにあの食べないといけなかったんで、今回はね、あの沖縄そば食べたんですけど、もし、ね、みんなが来るんだったら、さっき紹介したあのナイトプールの隣のレストランの方がいいかもしれないですね。あそこの方が、まあ、沖縄っぽさはないかもしれないですけど、リゾート感があるじゃないですか。南国リゾート感というかね。だ、そういうのがあるんで、多分そっちの方がいいかなと思いますね。はい。じゃあまたね、あの、今日はもう、あの、ジョギジ入って終わりなんで。はい。じゃあまた、はい、後からね。はい。もうちょうどね、最後なんで、外のね、ジョギジを溜めてます。最高ですよね、ほんとね。まあ、今ね、ちょっと水の出す音でね、あの、聞こえんけど、すぐそこがね、海なんで、海の声を、あの、音をね、波の音を聞きながら、ジャグジーに浸かろうかなって思ってますね。でね、これね、まあ結構あったかいし、すごい水圧もいいんでね、すぐ溜まるしね、いいなと思ってるんですけど、まあ、やっぱ最高ですよね、こんなね、音があるって。まあ、レイジーなぁ、明日のね、昼とかもね、できれば使いたいなと思って。で、これがね、ボタンです、これ。でね、これが。で、これ、まあ何かなと思ったからね、やったら、ちょっと飛び散ってからね、さっきもう全部びしょ濡れになってしまったんだけど、これを押すとジャグジーになる。これね、このボタン。ほら。やばいですよ、マジで。イージーハブレイト。これをね、入りたいと思います。はい、じゃあね、ジョグジーに使ってるんですけど、うん、今日はもうこれで終わりですね。で、寝て終わりって感じなんですが、ね、聞こえますかね、今波の音ね。そう、そこのね、波の音を聞きながらジョグジー入って、で、今日ね、これオリンビール飲みながらね、あの、入って眠りたいと思います。はい、あの1日ね、やっぱ遊べますね、全然ね。で、まだまだ回りきれてないとこいっぱいあるんでね、そこ回って、明日それ回ってね、また紹介したいなと思いますので、ぜひね、はい、あの、最後まで見てみてくださいね。はい、じゃあ、今日お疲れ様でした。カリー。おはようございます。はい、ですね、今、もう、来たんですけど、あの、晴れてますね、今日ね。すごい晴れてる。でね、昨日ね、まあ、ご飯食べて、でそれからインスタライブ、まあ、いつも同級生とやってるんですけどね、同級生とやったら、まあね、カヌチャからってのもあって、ずっとね、ちょっとお酒飲んでね、芋泡盛りみたいなの飲まされてね、でそしたらね、朝方まで飲んじゃったんでね、いや寝坊しました。ということでね、はい、
今からね、まあ、バタバタでチェックアウトまでやるというような感じなんですけど、まあね、今日晴れてるんでね、まあ、昨日ね雨だったから回らなくて正解でしたね。今から一応回ってカートで回ってからね紹介しようかなと思います。はい、こんな感じですね。はい、で最後海までね行こうかなと思ってるので、ちょっとこの景色を楽しんでもらって、でそれで向かいましょうね。感じでね、カヌチャのまあなんていうの、中のねシャトルバスも回ってるんですけど、今回はね僕はこのカートに乗ってね、でそれでちょっと回っていきたいと思います。今フロントですね、フロントからです。よいしょ、よいしょ、ちょっと回っていきましょう。いやでも晴れてよかったっすよね。昨日ね雨降ってたんで回らないっていう風にしたんですけどね、雨降ったらどうしようかなってずっと思ってたんですよ。だけどまあ晴れてよかったなと思います。でここがね昨日ご飯食べたところです。ね、お土産屋さんもあって、お昼ももちろんやってる。沖縄そばのね店ですね。ここやっぱねこういう風に昼間も回れるんでね。で昨日インスタライブしてる時もカヌチャからしてるよっていう風にね言ったら。ここでカート乗ってね、もう6周しましたよとかね、6時間やりましたよ、カート乗ってね、遊びましたよとかっていう人たちもいたんでね、いや、相当ね、まあね、まあまあ遊べますよ、ここだけ、カヌチャだけでね。ちょっと待ってよ、ここでね、ゴルフしてる人たちがいる、ちょっと待ってね。そう、ここでゴルフしてんってんだよね。はい、もういいか。そう、ここでね、ゴルフできるんですよ、ここでね。そう、最高ですよね。これもうその海だからね、これビーチでね、今ねゴルフやってる人たちがいますけどね、ああいうふうにね。そうそうそう、ここねカヌチャってゴルフ場も併設されてるんですけど、ジュニア大会とかね行われるような感じで、やっぱコースもねすごい綺麗で、まあ、ちょっと難しいのかな、どうなんだろう。まあ、僕はねここで回ったことないんで分かんないんですけど、結構やっぱいいコースだってことで有名なところですね。で昨日行ったショップがあります、ね、でここがチャペルだね、チャペル、でここにちょっと戻ります。すいませんね、途中止まっちゃった。今ね、今回回るところも本当一部なんでね、カート持ってね、自分たちで遊ぶだけでも全然楽しめるところです。ここもゴルフ。
ールの入り口なんですけど、まあ、今ねコロナでね閉まってるみたいですね。でここも宿泊施設になってちょっと一周回ってみましょうね。こういうところですね。こういう感じ、ね、ここがプールなんですよ。ここがねこの昨日夜見ましたよね。そのプールの入り口です。でここシャトルバスもねもちろん止まるようになってるので、うん、でここぐるっとね止まって、あそこ待ってるんですよね。もうなんかすごいっすよね本当。ここ迷路まあまあ迷子なるっていうね人もいたんですけども、本当ねそれぐらいね広くてね、しかもカートで回れて今日も涼しいんですよ。マジで最高。風がね心地よくてね本当気持ちいいんですよ ね、 ねカートで回るだけでも本当に楽しみますね。これはちょっと待って見てみましょう。よいしょ。熊がねそうさっき入っここから入ってくるところなんですけどね、ここ入ってきたらこのプールになってるって。いやーやばやばいね。今ね閉まってるんですよね、通常だとね入ってるんですけど、このプールがナイトプール。ナイトプールだと昨日のね、フロントに出ましたらね、閉まりますよ。昨日も、まあ、閉まってたじゃないですかね。だから今はもう閉まっちゃってるんですけどね。そうなんですよね。で、昨日ご飯食べてたっていうところがここですよね。ここもご飯食べてるところ。この2つはご飯食べるってことですね。ちょっとここはね大人っぽい感じですよね。あとから下のねビーチとかプールも回れればなと思ってるんで見てみます。そう本当はねちゃんと起きれればここで朝食を取る予定でしたね。上でね下も含めて、ここで昼ご飯食べに行くんでちょっとそれで許しをしないと思うんですけど、よし行こう。この先がね温水のプールになってるんですよ。温水プールっていうのがありました。ここでまあ本来だったらご飯食べるんですね。レストラン今日昼ご飯ここで食べようと思います。ここは宴会場になってたりとか、まあ、インドアプールってなってるか。ちょっと、ね。ここはもう一周交通コーナーで一周しかできない。後ろの方がゴルフ場、ゴルフのコースになってて、ここは夜の滝を見る。また宿泊施設があるっていう。
見ましたけどね、今行ったところの1階になってるところですね。昼も食べれるよっていう、ここもね宿泊ができるんですよね。カメちゃんはね、宿泊施設のこの、なんていうの、宿泊のタイプ、部屋のタイプっていうのがね、いっぱいあってね、僕なんか泊まったところの他にもね、いっぱいあるんでね、まあ何回来ても楽しめるし、1日じゃね、ここね、ほんと回りきれないですよ。楽しみきれない。だから長期滞在の人たちも結構多いみたいでね、長期滞在向け、まあリピート向けですよね。はい、さっき回ってきてください。で、ここから最後ね、下のビーチの方まで降りていってビーチ見てきて、今日は帰ろうかなと思います。気持ちが上がる。今ね、カートもね、これ以上スピード出ないんですよ。ゆっくり、本当にのんびりね、回れる。夏のカンカン照りの時っていうのはもしかしたらちょっと暑いって思うかもしれないですけど、これだけね、でもね、今日も結構暑いんですけど、風がね、あるんでね、すごい、カートに乗りながらだったらもしかしたらいいかもしれないですね。もう反対側のところっていうのはね、結構山道みたいな、まあ森の中をね、住むような形になってて、で11月からはイルミネーションがあるんですけど、それはね、まあ、カート乗ってもそうですけど、あのさっきのシャトルバス乗りながら全周回ってね見れると。であのナイトプールとかもすごいね、イルミネーションになってるんでね、11月から2月までなので冬も楽しめますから、夏は夏でね、こういう風にまあ開放的な感じで回れるんですけど、冬はね、イルミネーションがあるっていうのもね、あれほんとね、すごい規模ですからね。やっぱ南国のこういう、まあヤシの木っていうかね、こういう木ってないじゃないですか、内地には。だからこれにね、あのイルミネーションがついてる南国のイルミネーションっていうのもね、ぜひちょっとね、雰囲気変わるんでね、ぜひ見てほしいなと思いますね、あれね。他の動画の冬の楽しみ方でもね、出してるんですけど、あの茶炭とかね、こういうカナチャとかでも、こういうヤシの木にね、ついてるイルミネーションっていう、南国イルミネーション、こういうのはぜひ見てほしいな。ここからね、降りていきます。またがね、止まったところは、ここから行くところです。だから一番海に近いところですよね。他のところって海を下手したら見えんかもしれんけど、ここはもう海必ず見えるっていうところでね。で、ここの上もありますね。多分ここじゃね、波の音聞こえんかったと思うんですよ。昨日ね、波の音とかよく聞こえてたと思うんですけど、多分ね、このマッタがね、止まったところだからね、波の音聞こえたんじゃないかなって思うんですね。2日間ぐらい遊んだ方がワッペいいんじゃないかなと思うんですよ。こんなにとビーチもあってプールも、このね、こういう風にある、これはプールですね。なんかあまり止めないけど、
がビーチ。あと止めてからちょっと行きます。ところで、ここがビーチになってるのかな。で、プールがあると。ここから今降りてきましたね、うん。もちろんね、カヌチャのビーチは。一般の人たちはどうなんだろう、入れるのかな。多分入れそうにないけどね。さっき、シャトルバス来ましたよね。バスが通ってるんで。今ね。それに合わせてくれば大丈夫と。こういう感じでね、売店もあるし、マニアックティビティもかなり充実してますね。すごいな。ここがまあプールですね。プールからね、まあ、ちょっとしか映せないんですけど、まあ、こういう感じでプールがあって、で、あそこにスライダーがあるな。行きましょうか。あのね、海のビーチでね、スライダーがちょっと大きいんだけど、あ、いや、僕も行けるのかな。いいね、ライダーもあるっていうね、すごいよな。マリンアクティビティもかなり充実してますね。みんなね、プール沿いにあるって、で、しかもね、こういう売店とかもプールサイドバーみたいなのもあってね。いや、やばいな、綺麗ね、本当にね、景色綺麗。すごいよ、マジで。この、うん、あ、でも、まあ、今はビーチは遊泳禁止なんだな。そう、遊泳禁止ですね、ビーチは。まあ、こういう感じですね、はい。一応ね、こういう感じになってます。今はもう遊泳禁止みたいなんですけどね、まあ、夏場はちゃんと入れると思うんで、ちょっと工事したりとかね、してるんですけど、すごい綺麗な色もね、透明の高そうな感じがしますね。これやばいよね、これね、うん、マリンアクティビティもこれだけ充実してるんで最高ですね、ここは本当に。はい、じゃあ一旦ね、ちょっと一回ドライブは終わりという感じになります。はい、今回はね、カヌチャリゾートにね、ちょっと泊まってみたんでね、あの、その感想だったりとか、ちょっと回ってみたりとかしたんですけど、やっぱすごいっすね、カヌチャ、マジで。あの、やっぱうちなんちだとね、気づかないことあるんですけど、泊まってみるとね、ここはすごいなと思いました。まあ、何がすごいかっていうとね、まず、一番は、まあ、デジ広い。広い。カートでね、ほんとこれだけ回れて、一日じゃちょっと足りんなって感じですね。うん。もういろんなアクティビティがね、このカヌチャリゾートの中にね、もう詰まってて、全部本当に体験できるっていう感じなんでね。ここはね、一泊とかじゃちょっともったいないかなと思いますね。2泊3日してがっつりやる方がいいのかなと思います。で、あともう一個が、今もね、聞こえてると思うんですけど、このヤンバルの森の、森と海がね、これだけ近くて、なんて言うんだろうな、森もあってね、海もあるっていう沖縄のところって少ないんですよね。
普通のリゾートホテルってやっぱり海のそばにね立ってても一歩出たらもう国道とかね車でブン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 走ってるみたいな感じなんですけど、カヌチャはねもう本当にもうコンビニ近くのコンビニ行くだけでも行って帰ってくるだけで1時間近くかかったりとかするぐらい、沖縄の中でもすごいね自然のあるところにねあるあの立地があるのでね、まあ本当 ちょっとねもう日常ではない非日常な空間になってます。でこれだけ広くてカヌチャの中だけでね遊べるっていうのがねすごい魅力的だなと思いました。ちょっとびっくりしましたね本当に。で泊まるねお部屋のタイプっていうのも9つぐらいあるんですよ、9個。今回泊まったのの別でもねいっぱい泊まりに行っていろいろ出せるなって思いました。多分まあ皆さんもねまあちょっと泊まるんだったら、まあ、カップルの人たちよりはどちらかというと家族連れの人が多いです、ここのホテルはね、だと思います。の方がいいと思う、マジで。これだけ遊べるんだったらカート乗ってね、みんなで家族でねカートを乗って回ってプール入ってっていう風にね遊んだ方がいいと思うんでね。だから、まあ、前出したねヒルトンとかそういったところはカップル向けだったかもしれないですけど、こっちは家族向けで託児所とかもね用意されてるみたいなんですね。まあ、そういう意味では、家族小さいお子さんがいる人でも楽しめるかなと思いますね。はい、じゃあ今回以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございました。まあ、他にもね、まあ、カヌチャもねあと8個くらいね部屋があるんでね、もし今出せたらまた出していきたいなと思いますし、1日じゃね回りきれんと言ってるんだからね、また違う形でね出せればなと思ってますんで、はい、ぜひまた違う動画もまた見てみてください。ありがとうございました。